2億円の宝くじの当選者が現れず、期限が迫っています。一等前後賞を合わせて3億円のバレンタインジャンボを販売している札幌市の大通り地下チャンスセンター。販売開始から億万長者を夢見る多くの人が列に並びました。そんなバレンタインジャンボをめぐり異例の事態が起きています。売り場にはウォンテッドと指名手配風に書かれた張り紙。なんと1等2億円の当選者が現れず、当選者を探しているのです。自分は多分すぐ行っちゃうので驚きです。換金に嬉しくてすぐ行っちゃうので。いや、それはちょっと本当にもったいないと。何のために買っているんだろうって思います。この宝くじの当選金の支払い期限は来週木曜日、あと1週間しかありません。当選者が現れなかったら2億円はどうなるのでしょうか。都道府県でございますとか政令指定都市の方にお渡しをして、皆様の街づくりに役立てるというような形とさせていただいております。宝くじ側によりますと、2022年度当選者が現れなかった全国の時効当選金は99億円に上ります。大通り地下チャンスセンターの宝くじ売り場は次のように呼びかけています。1等2億円がまだ引き換えに来ていらっしゃいませんので、ぜひお買い求めをしたというご記憶のある方はですね、お近くの宝くじ売り場の方にお持ちいただければと思います。ちなみにですね、この間の12月に販売していた年末ジャンボでも1等7億円が出ておりまして、こちらの方もお調べ早めに来ていただければと思います。